メゾンデ野村東心斎橋、横が小学校ですね。もう本当に心斎橋のど真ん中にありますね。長堀橋から徒歩2、3分かな。1DK タイプです。シューズボックス、ただあった、エントランスです。エントランスと入るとこんな感じ。二口。右回していきましょうか。シャンプードレッサーと室内洗濯置き場、ウォシュレット付きトイレですね。浴室です。横が小学校なので子供の声がめっちゃ聞こえます。あそこ大丸が見えますね。大丸が見える、この距離です。